今回はゲーム理論の思考法を紹介します。ゲーム理論という言葉を聞いたことありますか？超ざっくり言うと、自分の問題や世の中にある問題をゲーム感覚で解決していくというものです。ゲーム理論には大きく分けて3つの目的があります。ゲームの構造、ルールを把握すること、起こり得る未来を予測すること、適切な解決策を見つけることの3つです。この3つの考え方を使ってゲーム問題を解決していきます。例えば今回のゲームを今の自分の待遇が気に入らず給料アップを望んでいるとします。この状況において起こり得る行動結果は給料を上げるために交渉するか我慢するかの2つでしょう。交渉して待遇が改善されれば当然あなたの利益となります。しかしもちろん失敗も考えられます。その交渉がきっかけで上司との関係が悪化し仕事がしにくくなるという可能性もあります。その結果、使いにくい人材としてさらに待遇の悪い部署へ回されるかもしれないと、ここまではみんな考えることだと思います。給料アップになったら嬉しいけど逆に下がるかもしれないし、パワハラ的なことをされたらうざいから、まあ我慢するか、それかもしくはやらない後悔よりもやる後悔の方がいいと突撃するかもしれません。しかしゲーム理論では冷静に最適な解決策を探ります。まず自分のことだけを考えていてはゲーム全体の構造を把握することはできません。上司の選択肢を想像します。自分が給料アップしてもらうということは上司からすればコストがアップするということです。給料を上げてもらうことで自分のモチベーションが上がるかもしれませんが、その分コストの負担が大きくなるわけです。しかし、そうすることでデメリットしかないわけでもありません。例えば、給料を上げることでモチベーションが上がり、より会社に利益を生み出す生産をしてくれるようになるかもしれません。そして逆に、給料を上げないことでモチベーションが下がり、生産性が低下。最悪の場合、退職という道を選ばれるかもしれません。こんな感じで、上司からしてもいろいろな選択肢があります。なので、この場合は客観的に見ても、現在の手持ちのカードでは給料は上がるかもしれないし、上がらないかもしれないと、まだ曖昧です。しかし、状況を把握することで、なら一つ実績を出して、会社に貢献してから交渉しよう。という選択肢も新たに浮かぶかもしれません。こんな感じで自分の選択肢、相手の選択肢の中からどんな結果が予想されるかを合理的に検証していきます。イメージとしては将棋やチェス、カードゲームなどに近いです。相手の手持ちのカードに対して自分がどんなカードを出せば最善かを考えるというものです。さらに実際のチェスやカードゲームと違うのは、必ずしもどちらか一方が勝ち、どちらかが負けるという勝負の世界ではない点です。相手の次の手を予想した上で、自分にとっても相手にとっても嬉しいウィンウィンになるような提案を出すということが可能なのです。相手が取るであろう選択肢が分かることで、自分のベストの行動を考える、ゲーム理論を学ぶことで感情に耐えられない選択肢が出せるようになるということでした。今回はゲーム理論の触りの部分だけしか紹介していないのですが、囚人のジレンマの話やナッシュ均衡の話なども面白いので、興味を持った方はぜひ本書も読んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。